もう何でも相談室です、えー。僕は3年前、フランス人の彼女がいて、その方と別れてしまいました。そしてその寂しさを、寂しさを癒すため、マッチングアプリを始め、ある女性と出会いました。そこからの事情を省きますがあることがきっかけで、その女性と僕の友達が交際を始め、なるほと、結婚し、子供が生まれました。 僕は不思議だなと思います。その女性や僕の友達にとって結婚して子供を授かうというのは彼らの人生にとってすごく大きなことです。でもその元を例えればそのフランス人の女性が僕を振ったことがきっかけということが僕にはわかります。でもそのフランス人の女性と僕の友達やそのマッチングアプリの女性はお互い認知しておらず、この先もう出会うことはないでしょう。でもそのフランス人の女性が僕を振るという些細な行動が結果として彼らの人生を大きく変えたことだけは事実だけども、 彼らはその事実を認知せず、ただ自分の人生を自分の決断の連続として捉えているということが面白くて不思議です。よく自分なんて生きてても何の影響もないということを考えている人もいるかもしれないが、その人がその時その橋を渡ったことがある世界的な有名なミュージシャンに影響を与え、世界を変えたことなんてこともあるかもしれない。今気づいてない人もたくさんの人に影響を与えていたなんて思いもしないでしょう。よく影響力のある人をインフルエンサーという言い方がするか、僕から言わせてみれば全ての人が影響し合いながら、 なんとなく形作られていくものが世界だと思う。今は SNS のフォロワー数が影響力の証としての価値観を作っているから、いわゆる何でもない人は自分は何の影響も与えない小さな人間だと思ってしまうかもしれないけれども、そんなことはないんだと僕は思います。このことについて森先生の意識を、意見を聞きたいです。はい。とても興味深い文章でお書きになっていることは全く正しいと思うんですけども、まあ、それがあのカオス理論で言われている、いわ,いわゆるバタフライエフェクトですよね。 で、えっと、エドワール・ローレンツ、これは本当にあの、偉人中の偉人で彼が死んでしまったんで、彼はノーベル賞をもらわなかったですけども、エドワール・ローレンツの見つけたそのバタファレーエフェクトですね。アマゾンの密林で蝶が羽ばたくと、えー、テキサス州でトルネードが発生するかもしれないという、こういうなんかその小さな事象が大きく変化する可能性が出ているというのがこの世の中のありさまで、 お書きになっているように、例えば今日右足から踏み出すのか左足から踏み出すかによって、えー、脳の中の、それがじゃあ3時間後に世界を変えるひらめきに水つびつくか、そうじゃないかっていうことが影響を与えるっていうのはまさにそうで。でね、えー、と、そういうカオス理論。要するに微小な初期状態の変化が大きな変化につながるっていうのは、まあ科学的な事実なんですよね。ですから、インフルエンサーではない方だって、 回り回って世界に大きな影響を与える可能性があるんですけど、ただ我々の認知というのは後付けなんですよね。世界をどう整理するかというときに、例えばオバマ大統領は影響があるとか、トランプさんはアメリカの政治に影響があるとかいう形で我々は整理して認知せざるを得ない。だからその実際に起こっているダイナミックスの実相と我々が世界をどう認知してどう言語で表現していくかという政治の実相っていうのはずれてるんですよね。 そのズレにお気づきになられているか、あの、ご相談された方は、えー、その分、えー、世の中を深く見ていってらっしゃると思いますね。ただ、その、やっぱり言葉で認識するもの、まあだから NHK が映像の世紀バタフライエフェクトっていう番組を作ってますが、えー、ああいうものを除けば、やっぱり、えー、カオス理論ってのはそこまで我々世の中の常識として持ってるわけではないんで、だから相変わらず、相も変わらず、世の中にはインフルエンサーがいるとか、 SNS のフォロワー数が多い方がいいとか、そういう整理の仕方で世の中を捉え続けるんでしょうね。まあそんな中ででもお書きになっているような認識を持ってらっしゃるってことは僕は尊いことだと思うんで、ぜひこれからもあの、そういう認識を持って世の中深めて、えー、い,い,いかれたらいいのかなと、ぜひまたこの脳なんでも素材スにいらっしてください。